ドルマゲスン前まで、トーン。はい。ドルマゲスの、お部屋、ドルマゲスん家の前まで戻ってきました。途中ね、なんか、レバーをガチャガチャするところとかあって、ちょっと迷いました。はい。どうするか。どうしようかな。作戦としては、まあ、ヤンガスがメインウェポンになるので、ヤンガスにバイキルトとかかけれればいいかな。で、ククールはもうベホマラーを危なくなったら撃つと。あとは、ククールね、けどスクルトも撃ってほしいからな。スクルト、ベホマラー。で、ピオリムをね、貼りたいな。ゼシカの。ピオリム。バイキルトは、優先順位は低いな。そう考えると。先にピオリムだな。で、フバーハは、息系の攻撃はなかったと思うんで、フバーハは特に必要ないな。そんな感じかな。魔法カンタも必要ないか。なんか、イバラで全体攻撃したり、その、石投げてきたりするだけだったんで、まあ、ルカナも多分効かないと思う。で、まあ、エテは、ブーメランでとりあえず攻撃していくしかないよな。一番役に立たないな。あ、けどモンスターどのタイミングで呼ぼうか。モンスター、即呼ぶ？即呼び出しする？分裂？即？どっちの方がいいんだろう。すぐ呼んだ方がいいのかな。すぐ呼んでみようか。よし。回復は問題ないね。じゃあ、挑みましょうか。ちょっと、咳が出そうで、ちょっと思うように喋れない。申し訳ない。ほな、行きましょう。ドルマゲス、聞いたよ。2回目聞いたよ。懲りない人ですね。またやってきたのですか。主、主の姿を元に戻そうとする者、私を仇と憎む者、皆さんそれぞれ悲しい事情が終わりのようだ。いいから出てこいよ。しかし、一番悲しいのは何度やってもここで私に殺されてしまうこと。ということ。いや、生きてるのさ。生きてる。死んでないけどさ。虫けらの分際で、この私を倒そうなんざ、思い上がりも甚だしいんですよ。さあ、かかってらっしゃい。よーし。では、早速、呼びましょう。呼んで、ま、あとは、OK。あ、命令にしなきゃね。よし。で、まあ、最初に分身するでしょ？このターンに、ちょっと一匹でもいいから分身殺してくんないかな。自分に撃っちゃう。アポロに撃てアポロに2倍切るとは。あ、いいんじゃないけど、やっぱ最初に呼んどいてよかったな。正解だな。かまいたち。
で、これ、瓦礫投げつけ。2回飛んでくるわけね、これは。ランダムで2回か。で、無知は全体だからな。これ、耐えれんだろ、これ。強えわ。レベル上がったけど、耐えれる気がしないぞ、これ。ナイス!ナイス!ダン吉。オッケーオッケーオッケー。まだもう一旦あるよね。あー、帰っちゃった。さあ、ここからですね。作戦変更。ゼシカは特技ピオリム。呪文でピオリム。得て。攻撃だな。普通に攻撃だな。で、ククールはスクルト。ヤンガスは攻撃でいいよな。うん、ためない。分身、倒したらまた分身出すかな。A 行っとくか。A 行っとこう。本体は多分真ん中の A だと思うんで。本体を中心に攻撃していこう。てか、素早さは普通に勝ってるな。ピオニム、これで、まあ、一回腫れたんで、もう、いらないですね。素早さ勝ってるし。80。で、全体。50。バイキルト、あ、ちょっと待って。バイキルト入れよう。バイキルトを、ヤンガス。こう、ちょっと待ってね。ベホマラってどれぐらい使うんかな。あ、じゃあ、全然だね。うん、10だったら、そんな、気にしなくてもいいや。164もあるし。じゃあ、ククールにベホマラしてもらうので、決定は、普通に攻撃。で、ベホマラ。いや、待って。違うな。ベホマを自分にして、スクルト。スクルト2枚掛けしておこう。で、攻撃に A。うんうんうん。ちょっと今、外でヘリコプターが飛んでる。85、いいダメージ。で、かまいたち。あー、いや、ゼシカはやめてくれ。あー、なるほどね。うんうんうん。いけるいける。これいけるわ。ゼシカに攻撃、ゼシカ回復。バイキル、攻撃にするか。メラミ打っていこう。で、ベホマをゼシカに。スクルトもう2枚貼ったから大丈夫じゃないかな。そろそろ。ラリホアロは効かないよな。こう、いやけどククール攻撃するか。他に何かいい手はなさそう。バギマとかはいいかな。けど単体なんだもんな。MP 温存するか、じゃあ。攻撃。あ、間違えた。A に攻撃。で、ヤンガスは攻撃。もうここで一気に攻めよう。28、あ、弱いな。63。瓦礫投げつけは誰に来る。ふん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 。
いてはうってくるか。なるほど。まあけど、素早さは勝ってるみたいなので、ピオリムを張る必要はないか、バイキをニャンガス。で、ベーホーマ、ゼシカ、スクルト。で、攻撃を、これ、分身やっちゃった方がいいのかな？オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと待って、今危なかったな。今、相手の方が早く動いたな。待って待って、これ一回ピオリム挟もう。うん。ピオリムやっぱいるわ。攻撃。ここ一回ベホマラ打って、攻撃。うん。悪くない。で、素早さ上げて、これで万全。いては、撃つなよ。何？あ、そんなもあったか。ヤンガス眠らされたら、ちょっとメイン火力なので、厄介。眠りを直すのはキアリクだったっけ？イオラ撃つか。イオラ。あ、オッケーオッケー。キアリク。で、ククールちょっと自分回復した方がいいな。そうだね。うん。よし。ククール思いのほか HP 高くないな。220何本起こして笑って真空波。あ、真空波か。今いて派かと思った。真空波か。オッケーオッケー。真空波ならいい。イオラは、イオラよりメラミの方がいいな。メラミ。回復する？いや、まだ大丈夫かな。うん、だいたい、あ、じゃあ大丈夫。攻撃。ゼシカ怖いな。ゼシカベホイミ。で、攻撃。ゼシカ一応フル、ね、フルを意識しよう。ヒットポイント。じゃないと、ワンチャン落ちちゃう可能性があるよね、ほら。うん、じゃあ、ちょっと。メラミ。キアリク。ベホイマ。眠っている。なかなか賢いね。うちのメイン火力をしっかり潰してくるとは。このワシズ岩を。ワシズマゲス。ドルマゲス、はい。しょうもないこと言ってる場合じゃない。ピオリも切れるかな？まだ大丈夫。切れてからでいいか。倍切ると得手にかけるか。呪文。呪文じゃない。これで攻撃。
回復。ここマラ。で、攻撃。あ、いいね、いいね、いいね。うん。うん。76。こう、19。なかなか死なないなぁ。なかなか死なんな、こいつ。メラミ。メラミ。攻撃。スクルト。かけたい。いや。ベホイミ。で、攻撃。そろそろ死なないか？まだ？まだ？まだか。あ、ククールに行った。起きろ。起きたんじゃない？オッケー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 、ナイスナイス。メラミ。攻撃の、マラウトか。うん。来い。ちょっと MP 余裕だと思ってたけど、これ長引いたらまずいな。そろそろ、行ってくれ、あ、守備力戻っちゃった。バイギルドも解けた。やばい。セルフいてる、いてつく波動。一回立て直すか、じゃあ。うん。いやー、まずい。ってことは、ピオリムも多分そろそろ切れると思うんで。で、ベホマを、ククール。スクルト。で、ヤンガスアーム攻撃。うん。OK。またバイキルトしなきゃ。いてはここでするか。この野郎。じゃあ、もっかいだな。もっかい、ピオリム。回復はいい。回復は必要ない。で、攻撃。いやー、待て。ヤンガス回復しといた方がいいよな。ベホイミ。で、スクルト。攻撃だな。うん、よし。真空波。ベホマラ打つか。打たなきゃまずいかな。いや、まだ耐えれるか。まだ耐えれる。ちょっと待って、バイキルとか。ヤンガス。で、ベホイミ、ベホマだ。スクルトもう一回。で、攻撃。うん。おー。おー、まだ落ちんか。いや、ここベホマラ。
ヨラ。ベホマをくくる。で、ベホイミをゼシカ。で、攻撃。うん。MP 温存モードに入りましょう。OK。無知。で、からのベホマラ。やっぱマラ打つってことは、やっぱ全体的にダメージ与えていった方がいいよな。そうなると。イオラ。ベホマを自分。うん、自分。で、ベホイミ、攻撃。なかなか押し切れないね。誰に？ああ、私かか。キアリク。自分にベホマ。攻撃。まだ死なない。そろそろ、そろそろ死ねえ。分身やっちゃうか先。分身に攻撃する？けど、だけどな、なんか、分身消したら絶対出してくるよな、また。出さん？やけど、片方死んで、それから結構音沙汰ないってことは、先やっちゃってもいい気がしてきた。ヨーラ。で、回復、ベホマを、ヤンガス。ゼシカに、ベホイミ。ベホイミ。で、攻撃を、ビッヤシ。オッケー。本体いったでしょ、これ。あとは、分身倒すだけ。よし。慎重に行こう。焦らず。ここは、メラミ。メラミ。呪文。ベホイミをくくる。で、攻撃。分身は本体より全然多分ヒットポイント少ない。だね。よし。レベルアップ。おお、ゴン。ここに来てゴン。はい、カメラつけます。はい。OK かな。よいしょ。得手は、ブーメランだね。ブーメラン。お願いします。はい。あ、なんか今のなんかさ、回ってないよね。まあ、どっちにしろ、1だし、1、はい。よし。
件ならまあいいでしょう。うん、はい。ヤンガスもレベルアップ。7ポイント。ヤンガスは、カマだね。カマやばいよね、ほんと。これサイコロでここまで行くってすごくない？カンストするんじゃない？ 3 番ね、3番。3番。あ、カメラつけます。よいしょ。3番。絶対3番。いきます。はい。斧。アックスファイター。会心の一撃が出やすくなったと。まあ、斧上がれや、魔人斬り覚えるからね。魔人斬りだったっけ。うん。まあ、斧があれば、の話だけど。斧がなければ使えない。